皆さんどうもこんにちは。天才発明家メスです。突然ですが皆さんに質問です。プロ野球スピリッツエースのリアタイをやるときにボール球に手を出して凡退となってしまう、そんなことはありませんか？そんなの一度もないという方はここで動画を閉じても大丈夫です。ですがそんな人はいないと思います。本当に際どい球って難しいですよね。おっと失礼、球のことではありませんよ。ストライクかボールか確実に見極めることができたら、ボール球を確実に振らない装置があれば、それすなわちリアタイ最強になれると言っても過言ではありません。そこで今日はこんな装置を作りました。パパパペッペペー、ボール球絶対振らないくん装置。詳しい使い方を説明する前に、この手の装置で必ずハートウェアチートに該当するのではないかとコメントが来ます。それに関してあらかじめはっきりと言っておきます。知らん。はい、ということで説明していきます。長子くん装置、ボール球振らないくん装置か、右下にセットするんですよ。そうするともうね、タッチペンがいかないんですよ、このボール球のゾーンに。で、よくね、ボール球からストライクになるね、球が狙い打てないんじゃないかって言うんですけど、これだとね、もうそんなことはない。ちゃんとね、見えてるんで、こっち側でね。やばくないですか、これ。ほら。こちらちょっと打ちますね、早速。ほら、ボールなんですよ。もうタッチペンがいかないところは、うん。じゃあ、まあ。タッチペンがもう届かないところはボール。はーい！見ました！これですよ。これやばくない？まあ、ちょっとまだ慣れてないとこある。オッケー、まあ見ててほしい。ほら、ちゃんと、ほら、ストライクゾーンのところはタッチペンが届く。ほら、タッチペンが届かないところはもうボール球。ほら、わかります？ちゃんと見えるんですよ、ストライクゾーンが。うん、まあ。あれはね、どっちにしろ。これもどっちにしろ。はーい！見ました？これはね、やばいと思う、ガチで。ワンチャンコナミさんも対策に動く可能性はある。これ強すぎて。はい。ほら！わかります？このね、際どい球絶対わかっちゃうんですよ、これで。ということで、行きましょうか、リアタイの方ね。はい、ということで、1試合目の方やっていきましょうか。いや、これね、何度も言いますけど、こういうね、ハードウェアチート、まあ、バレー用もないんですけど、ちょっとね、これ、あまりにも強いものを、作り出してしまった責任っていうものがあって、これ使う際はね、ちょっとコナミさんのフェアじゃない、戦い方になる可能性あるので、ちょっとね、チートになっちゃうかもしれないです。強すぎる。見せて、打つよ。で、いきます。はい。これはいい球だったね。うん。いきますよ。はい、ボール。もう届かなかったからね、今、タッチペン。はい、いきます。あ、惜しい！はい。今、惜しかったよ。これなんか、固定がいまいちしっくりこないな。ちょっと待って、固定がしっくりこない。まあ。これでいいか。あ、これいいな。これいい。いくよ。打ちます。はい。いきます。はい。まあ、今のはいい球でしたね。うん、まあ、変化球はちゃんと読まないといけない。これ、あくまでボールか、ボール球を振らない装置なんで、変化球打てる装置ではないんでね。そこはちょっとちゃんと、ほら、今。ボール球、際どい球ね。はい。いいんじゃない？あー、ちょっと振り遅れてるね。そう、さっきも言ったんですけど、ボール球振らない装置であって、変化球打てる装置じゃないんで、ちゃんとね、振り遅れないようにしないといけない。あら！ボール球！今のね。
見えてなかったけど届かないから。はい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 、ちゃんとフェード見よう、ちゃんと。はい、はい、見た、はい、見た。おい、これだよ。おっと待って、これ盗塁のやつが邪魔だな、これ。ちょ待って、ガチで邪魔、盗塁のやつ。え、どうしよう。え、待って、え、ちょ待って、ゴーしちゃった。え、ちょっとやばい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 。あ、オッケー、ちょ待って、ゴーしちゃダメ。あ、オッケー、待って、ちょ、ゴーしちゃった。あーあああ、え、ちょっと待って、これ盗塁のやつ設定で変えれたな、確か。やばい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 。あ、オッケーオッケーオッケー。あ、オッケー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 。これ消えてからだな。オッケー、これで。はいはいはい、打ちづら。打ちにく。はいはい、ちょっとね、ツーベースヒット打たれましたが、まあしのぎましたね。オッケーオッケーオッケー。ちょ、なになになに、ちょっとやばい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 。はい、これね、あのちょっとしたコツがあって、これね、真ん中にセットしないとずれます。オッケーオッケーオッケー。よし、これでいくよ。打つ、おい、落ちるよ、落ちるよ。はーい。はいはいはい、それはね、もう振らないくんだから。うん、さあ打ちます。次入れてくるかな。まあ任しちゃってよ。はい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 、振らない振らない振らない。よし、行くよ。次入れてくる、ストレート。はーい。なんかちょっと申し訳ないな、これ強すぎて。ちょっとじゃあ試しにだよ、これ、ボール玉振らない装置、ボール玉振らないくん装置、使わずちょっとやってみますか。いかにね、難しいか。これなしで打つのは。はい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 。まあ、ギリギリ見えたね。うん。ほら、こうなっちゃうんだよ。あー、やっぱダメだな。さあ、ということで、特別延長になりました。ヒット数でね、負けてるのか、いや、勝ってるけど、あ、相手ツーベースだから、まあ、ちょっととにかく点入れよう。いやー、そこちょっとな。オッケー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 。あーまあ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 、進塁だ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 。オッケーオッケー。ちょっとこれ一旦、ちょっとこれでやってみるか、試しに。うん、ちょっと試しになしでやってみます。まあ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 、まあ、ちょっとじゃあまたこれ使ってみるか。さあ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 、打つよ。はい、完璧、よし、 OKOKOK、 追加点。どう、落ちるね。はい、ナイス。あ、やべ、ちょっと使っちょっと待って、普通に使ってなかった。じゃあこの企画今日は、うわー、それちょっとね、調子、ボール球振らないくんのウィークポイント、そこ、内角低め。オーケーオーケーオーケー、内角低め、ガチ見づらい、これ。やばい、外駒さん、ちょっと変えるか、ちょっと打たれだしたな。ちょっとストレート一発だけ投げて、交代しよう。はいはいはい、ちょっと交代します。やばい、外駒さんがだいぶ打たれ始めてる。やばい、大丈夫、危ねえ。やばい、1点差1点差、頼む、火の玉狙ってそう。でもやばい、あさあ、ということで2試合目やっていきましょう。お願いします、頼むぞ。最高の装置なんだよお前は。打つよ。あ、いいじゃん、菅野さん相手、まさにだね、まさにこう、はいはいはい、今のは打ってよかったね。うん、まさにこうね、ボール球との見極めが難しい。おちょっと待って、なんか反応が、はいはいはい、今届かなかったからね、素晴らしい。うんうんうん、いいコースですね。はい、行くよ。さあ行くよ。はい、ボール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 、今届かなかったからね、もう完全にボール球振らないくんのおかげです。ああ、あの内角低めはダメだってガチで。これは、ああ、今の打ちた
かったな。内ごろだったな、甘い球。あれ、まあ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 、あの何度も言う通りね、あくまでボールかストライクを見極める装置であって、速い球はねちゃんと振りに行かないとダメ。よしよしよし、ストレート来るよ。はい、それはボール。よし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 、さあ行くよ。はいはい、来た、はい来た、まさにね。よーし、やべべ、画面が、よし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 、ノーヒットで一回裏を終えましたね。オッケー、じゃあ行きますか。よし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 、さあその脅威を見せつけよう、この最強の装置で。さあストレートを振り遅れないにしよう。うん、全然見えん。あっ打てるよ、打てる気しかしねえ。うん、無理。しありがとうございました。ということで無事勝利しました。はいはいはい、今日はねこの最強、おそらく現環境最強と思って作った、ボール球絶対振らないくん装置使ってリアタイをしました。はい、マジで打ちにくい。ありがとうございました。赤星憲広さんのお二人でした。まま